パパです。シュウです。今日はまたしゃぶしゃぶを作っていこうと思います。はい。久々だね。実はね、昨日の夜にパパのお友達が釣りをして大きい魚を持ってきてくれたので、とりあえず今回はそのうちイラブチャを使ってしゃぶしゃぶ、ね、なんだけど、実はもうパパ昨日の夜のうちに3枚おろしてるので、違うか、あれ。これどれなんだっけ、忘れちゃった。忘れちゃったけど、あ、思い出した。こうやってくる。できた。できた。できた。結構美味しそうにできました。少し上に。お、皮が取れてる。お、皮がきれいに取れてる。皮を切る前に、骨を取る。あ、まあでも、ちょっとここ失敗しちゃった。皮だけ取れました。今日は子供たち寝てるので、これ明日シュート料理します。今日はね、すごい簡単な鍋しゃぶしゃぶちょっと挑戦したいと思います。はい。じゃあちょっとね、もう沖縄県夏で、夏っていうかね、もう30度超えて暑いので、今日も家の中で料理します。じゃあ家の中へゴー。はい、はい、家の中に入ってきました。はい、今日はイラブチャーのしゃぶしゃぶをするんですけど、はい、はい、昨日の夜にパパがもう3枚におろしているので、シュウ君はこれを切ってください。はい、はい、やりましょう。やりましょう。
大きめにしないとあれじゃない味が。はい、シューが切りました。これをしゃぶしゃぶにするんですけど、しゃぶしゃぶにするからまず鍋でしょ、うん、鍋だけど、実はパパいいこと考えついちゃいました。超簡単鍋、ちょっと待っててください、はい、うさつ、あ、待って、はい、じゃんじゃじゃーん、これ、うん、ローソンの、うん、具沢山鍋焼きうどん、うん、これを作って、これでしゃぶしゃぶしちゃえばめちゃくちゃ簡単でしょ、うん、これを今日はやってみたいと思います。ちょっといらないんだよ、多分火にかけるだけ。おお、おいしそう、すごい。ローソンの600円の鍋焼きうどん、シューすごいよこれ。どう食いたい、食いたいね。しかもこれ、このまんま火にかけるだけ。おお、オッケー。で、弱火にして、少し緩めて。はい、完成しました。完成。めっちゃうまいよ、これ。ちょっと食べてみて。うん、じゃ食べてみて。はい、じゃあいただきます。熱いから、そう待って、熱いから一回こっちに取るよ。フフしよう。じゃあこれ今グツグツしてるから、うん、ね、うん、ここでしゃぶしゃぶしてみ、うん、こんなかな。どうかな、鍋焼きうどんのしゃぶしゃぶが。おお、白くなったね。一回見せてよ、こっちに。はい、はい、じゃあ、はい、うまい？うん、よっしゃ、食べようか。うん、ね、ちょっと白くなるまでね、しゃぶしゃぶして。あ、やば、白くなりすぎた。うん、うまい、うん、これこんなですよ。いきます、パパもいきます。おお、あ、成功だね、これね。うん、うん、これさ、多分さ、これの弱点はさ、早く食べないとさ、あの汁がなくなっちゃうところ。あ、これで煮込んで鍋焼きうどんでもいいかね。どう、おいしい？よかった。これエラブチャ入り鍋焼きうどん、おっきいのいくね、しゅうくん。はい、はい、できたね。うん、うん、これちょっと食べてみて。食べてるところさっき取れてなかったからね、映ってなかったから。うん、ずっと大成功。うん、これ簡単だね。これをさ、ローソンでさ、600円で買ってきて、あと刺身の、これは餅ね、刺身にしてしゃぶしゃぶして、イラブチャ鍋焼きうどん、うん、みんなもやってみてください。はい、じゃあまたね。